じゃあやっぱりプロは道具を選ばないんですか。選ばないって。ダッシュドット JP の藤川です。ところで、日本の植木は盆栽のように作ることからマクロ盆栽とも呼ばれております。このマクロ盆栽は海外でも大変人気で、輸出はこの10年で大きく伸びています。中でも犬巻が一番人気なんですけども、理由はこちら。これ犬巻の実の部分なんですけど、お坊さんがお祈りしてるように見えません？巻きの木は英語でブディストパインとか、中国語でローハンソンと呼ばれてまして、縁起がいいと大変人気です。そんな犬巻を私たちダーシュー .jp では船に乗せて輸出しているのですが、今日はその海外でも人気の犬巻のマクロ盆栽、この刈り込み技術をですね、取材してきましたので、ぜひご覧ください。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。剪定技術を教えていただきます石田さんです。よろしくお願いします。で、石田さんの剪定技術を聞きながら、根掘り葉掘りプライベートな部分も聞きたいと思いますので。プライベートはいらない。今回剪定するのは全長6メートルの大きな犬巻。犬巻は年2回、5月と9月に剪定することが多く、今回は9月の剪定にお邪魔してきました。このボサボサの犬巻、石田さんの剪定で果たしてどう生まれ変わるのか。じゃあすいませんが、空中からよろしくお願いします。こちらこそ。今何されてるんですか。これは枝をね、上がったやつを平らに揃えるように。あ、このヘリをだいたい平らに、はい、大体いってると思うんだけど、平らにこうヘリを揃えるようにね、液体垂れてるやつみんな切って。あ、この縁の部分ですね。そう、ヘリが平らに揃えば次の作業へ。わ、綺麗に平らになっていく。線がボサボサしたところが綺麗な線になっていってますね。本当はこう波になってるのは波なりに、ははは、これはもう切れてるから、こういうところも切っていっちゃって、だから頭やんでしょ、カットもやっぱり仕上げやんでしょ、同じ。最後ちょっとこうセットもしてね。そう。だから基礎はこれを揃えてやって、あとヘリ揃えれば、はい、ほとんどよく見えると思う。あとゴミね、この中にゴミがいっぱい詰まるのよ。ああ、剪定した。そう、それ取ってやんないと。どうやって取るんですか。手で取るんですか。手で取ったり、この棒で叩いて。あ、棒で、うん、これは竹の、タロの竹。うん、この竹です。だから楽なようにしても結構やっぱ手間くるのよ。そうですね、うん、この玉って私たちが呼んでるんですけど、この見ていただくとこう丸いこの綺麗な玉、これもこの千葉の地域の特徴ですよね。この大きく丸い玉。そう、大きいのはね、元はちっちゃく切ったんだけど、はい、今だんだん元へ戻ってきたっていうかね。管理する場合、小さい玉と大きい玉どっちの方が楽ですか。あ、大きい方が楽ね。大きい方が楽。じゃあいいですね、今の大きい玉のブームは。この大きさの木でだいたいお一人でされてどのぐらい時間かかりますか、剪定するのに。1日ちょっとかな。1日ちょっとで、うん、剪定はどういうタイミングでお客さんはしたらいいですか。自分の庭に植えた場合は、植えた後は。千葉県なんかはもうほとんど10月頃やれば1年間、次の年の春までそのまんま。へえ。今これは、これは牧野に実を取るんですか。取っちゃった方がいいのね。どうしてですか、実を取るのは。やっぱこれに養分が上がっちゃうから。あ、なるほど、養分がそっちに行ってしまうんですね。丸くするノウハウが知りたいですね。あ、そうですね。どうやったらこれ丸くなるんですか。それはもう勘だね。あ、勘なんですか。そう、角度がこう分かりにくいじゃないですか。自分のもう腕で大体ね、こう本当自分の手癖だね。もうちょっとハサミ見せていただくことってできますか。これすごい変わってますよね。角度がこう、角度ついてる。あ、わざと、うん、ちょっとこう
倒れてます、曲げてあるもん。曲げて、あ、これ自分で曲げるんですか、好みの角度に。そう、自分で曲げて、自分で曲げて、うん、このハサミの角度、一体何のためだろうか。こう、これは普通極寒でしょ、買って、こういう上がっていくところはも、うん、裏返しにして刃を上向きにして、で、また返して、まずは上向きのハサミで粗く刈り、次にハサミの刃を下向きにして細かい調整をしていく。ハサミは全体を使って切るってことなんですか、ハサミの刃の。いや、裏ですよね。裏、うん、裏ってどういうの。このくらいで、あ、先端だけしか使わないってことですか。だいたい10センチぐらいじゃないかな。ハサミは自分で研ぐんですか。そう。どこのブランドがいいとかありますか。ハサミも何も同じ、自分の使い方。あ、確かに刃はあるけどね。はいはい。じゃあ何でも、じゃあやっぱりプロは道具を選ばないんですか。選ばないって。そうかっこいい。もともとどうして植木屋さんを始めたんですか。やっぱり親がやっ出たからじゃないかな。勤めだったのよ。勤め辞めてからだから。あ、ご自身が。そう、それまでじゃあどこか別の仕事をされてたんですか。そうそう、どうして植木屋になろうと思ったんですか。仕方なしになっちゃったね。仕方なしにやりたくなかったんですか。そう、まあ商売だからね、みんな何かしらきついと思うよね、何やっても。植木屋だけじゃなくてさ、まあ労働仕事だから辛いは辛いよね。あったよ。でもバルブ、バブル弾けてから十何年ってね、止まってからだから。だけどみんな持ちこたえてきたからさ、なんとかなったけど、ただ木を大事にしてただけだね。そういうこと。話をしながらもザクザク剪定は進み、美しい曲線を描く刃の玉がどんどん出来上がっていく。比較すると一目瞭然。さすがの熟練技術、惚れ惚れしますね。植木屋をやってて良かったですか。ああ、ねえ、だから今でも植木屋やってんじゃないですか。嫌なもんだったらもうやめちゃったよね。うん、自分で作れる、作ったりなんかできるからね、楽しみもあるよね。一日中機械に乗りながらあちこちを剪定作業し、初めはボサボサだった木が今日だけであっという間に見惚れるほどの綺麗な葉の玉が並ぶ立派な犬巻に。では今日は海外でも人気のあるこの犬巻ですね、特に丸い玉の剪定を取材させていただきました。バチッとこう空とこの葉っぱの縁が綺麗に見えてます。ではぜひまた見てください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。